こんにちは。こんにちは。今日も水曜日は立中流落書き部ですね、はい。今日も落書きしていきましょう。はい、ダラダラしましょう。ダラダラ、はい、そっか、はい。ちゃんとしちゃいけない。はい。はい、今日はどんなことを教えていただけるんですか？そうですね。以前、何週間か前に3分割ってやったと思うんですけど。覚えてます。立中さんのサムネが印象的な3分割ですね。はい、はい、僕がこうやって浮いてたやつですね。はい、この辺に出てると思うんですけど。僕は背景込みのこう、なんだろうな。仕事で画面の設計みたいなことも、まあ、仕事の中の一つにあるんですけど、その3分割はもう本当によく使うカードの1枚なんですけど、と残り何枚だ、 1,2,3 あと5枚ぐらいありますカードが。おでそのうちの今日は3つ3分割があって、はい、今日3個でしょ。3個であと2つ。あと2つ。じゃあ6個ある。6枚ですね。もうほぼそれで僕なんかこう、まあ、いわゆるレイアウトっていう作業はやっちゃってます。レイアウトっていう作業があるんですね。レイアウトっていう作業ですね。あの画面の。画面の構成を決めるってことですか？はい、構成を決める、構図を決める作業っていうのがあるんですけど、もうほぼそんな感じでやってます。はい、この間の3分割に今日教えていただく3つを足すと4つカードが手に入る。そうですね、はい。かなり最強ですね。はい、お願いします。はい、お願いします。最初にですね、やるのがこう見せたいものがこうあるとするじゃないですか。うん、はい、見せたいものがここにあるとして、人の注目を集めるために何をするかというと。よいしょ、よいしょ、はい、線の上に載せる、はい、これ1枚です。載せる、あ上にポコって載せるんじゃなくて線の、ね、載せ方もいろいろなんですけど、はい、線があるとそこをこう水平スキャンするみたいな感じですか？はい、なんかね、そうですね、あとはそうですね、もちろんこう斜めでも、まあ、乗せてりゃいいって感じです。うーん、すごく雑にちっちゃいものでも、もう長い線があることによってそこに目がいくっていう感じ、そうですそうです。でさっき乗せ方もそのこうでもいいですし、モグラくんが滑ってるみたいな感じですね。そうですね。だとまあこういう乗せ方もあるでしょう。なんかこうとりあえずキーワードは乗せるです。はいはい、はい、これ1枚目終わり。雑だな、しゃべ、はい、じゃあ次、続きまして、人の注目を集めるのに何をするか。はいはい、これ囲うです。囲う、はい、なるほど。はい、印象終わりなんですけどね。あまりあれですね、ちっちゃいものを大きくするんですね、何かを利用して。ああ、そうですね、はい、情報をこう囲っちゃう、見せたいものを囲っちゃう、まあ、とりあえず例えば、はい、例えばどんなものですか？ん、例えばどういう、具体的に言うと、具体的に、うん、ね、一番多いのが、そうですね、そうですね、どれ出そうかな。はい、フレームちょっと出しますね。それで、まあこの中に、まあ三分割っすよ、この間まあ、こうあるとするじゃないですか。そしたら、まあ、窓がここにあるとかね。はい、でまあ今囲うやったんですけど、ここで乗せるもやっちゃうと、窓のこう枠がこう目とね、目の高さと同じとか、あとこっちの枠でもこう窓枠がこうあったら、こういう仕掛けをする。これ囲うと乗せるの複合技で、なるほど、はい、これ結構すごくよくあるパターンなんですけど、はい、
で続きまして、なんで大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。で続きまして、今日3枚目のカード、今日最後のカードですね。うん、早い。はい。うん、これサスですね。サス。はい。すべてのラインが見せたいものに向かっている。見せたいものに向かってこう向かっていると。もう何だったらもう矢印書いちゃうぐらいの、はい、そんな、はい、この3枚のカードでちょっとさっきのおじさん消しちゃいましたけど、さっきのおじさんをもう一回ちょっと書いてみますね。でこうでこう目の高さ、目の高さにこういうラインがを乗せてあげるっていうのは本当よくあるんで、ちょっと映像とか見るときはこうやるんで、で、まあ、まあ机みたいな机こうあったりなんかして、はい、机あってでこうでしょ、ここになんかパソコンみたいなのがあって、でここにこう観葉植物みたいなのがあるとするじゃないですか、はい、そしたらその葉っぱがこう、こうなんとなくこいつにこっちにこっちにやるんですよ、本当にやるんです僕。まあまああのね、こうこれあまりに明るさまなんでこう散らしたりはするんですけど、割とこうエネルギーの向きっていうのをこういったところでこう刺す。あとはこう向こうにこうちょっとこれ、まあ、応用編チックなことはやるんですけど、ここに本棚があるとします、はい、本棚があるとします。この本棚の本をですね、こっち倒しとくとか、そしたらこうこっちにこう、はい、ここにペン立てがあるとしましょう。うわ、タンパッとタンジェントきましたね。ペン立てがあったとしましょう。ペンがね、全部こっち向いてるとかね。はいはい。これ刺すです。はい。そうすると、結構ここに向かってこう注目を集めるような工夫がね、こうできちゃうと。そんな感じですね。地味にこの机に乗ってるディスプレイのこの角がですね、こういう感じで矢印っぽくこう機能しないかなとか、そんなこうですね、とか、うん、はい、そんなシーンとしてますけど大丈夫ですかね。大丈夫じゃないですか。多分の観客いないと思う、はい、この部屋、私以外返事をするものはいない、ね、はい、こんな感じで、はい、あのなんだろう、いろんなこう背景のね、うん、いろんなものを使って、うんうん、できるだけこう注目を集めたいところにこう、うんうん、こうそういう周りのものを使ってこう配置していくみたいなことはものすごくよくやってます、はい、あれですよね、風景とかなんか部屋の中描こうとか思っても、うん、そのまんま写真を撮るみたいに描く感覚で描いちゃうと、はい、この葉っぱの向きだとか鉛筆立ての向きだとかちょっとしたパソコンの位置とかっていうのは、はい、多分そのこの見せたいものを見せるところにはないかもしれないんだけれども、そうそうです、はい、これはまあ田中先生はアニメの話でそのお仕事の話で今言ってくださったと思いますけど、はい、まあ、外に出てとかカフェスケッチをするっていう時にでも、うんうん、ちょっとした応用が効くテクニックなのかなって思いますね、はい、なんか結構、うん、あのすごく僕は有効に使ったりはしてます。うん、と絵を作る時とか写真を撮る時でも、はい、やっぱり顔を見せたいっていう時に、うん、後ろがうるさいと、はいはい、そうですね、目が散っちゃうと言いますか、うん、やっぱり後ろはこの窓枠っていうのは、まあ、私は初めての聞きましたけど、何か置くっていうのは聞いたことあります、はい、すごく
この後ろに例えば本棚があってめちゃくちゃ目立つような背表紙が、うん、ああもうそれはね、そこね良くないですよね、ね、ともこの辺にこうなんか額縁とかがこうあったとして、うん、この額縁がこういう感じでこう傾いてたら、うん、よりあのね人の方に目が行くかなとか、うん、でここの辺にもこうで、あのここであのこの額縁とこの額縁の2つでもう微妙にこうキャラクターというか人間を囲っているというか、うん、うん、そんなことを考えて、うん、あの日々画面を作っております。へー、はい、でもアニメーションってあの途中で画面のこう角度が変わったりとかするから、うんうん、あんまり最初に1個のところで決めちゃうと、はい、次に違う角度からみたいになった時に困ったりしないんですか？カメラが動くってことですか？うん、例えば今だったらそのおじさんを真正面から見てるんだけど、はい、そのおじさんを横から誰かがこう見てる絵に変わった時に、はい、さっきここに観葉植物があったなとか、最初にその全体設計はなんとなく考えてるんですか？美術設定っていうやつがあって、うんうん、あのその部屋なら部屋の全体像というのは、うん、こう事前に分かるようになっているの、セットがもう組まれているって考えていいと思うんですけど、その美術設定を見ながら何が使えるかなっていう感じで僕はやってます。 なのであの微妙に配置をずらしたりとかはしますね。なるほど、はい、はい、それでは、はい、今日時間はあれなんですけど、ちょっとここでフィルムスタディチックなことをやっていきたいと思います。お、はい、話題のフィルムスタディ、話題のフィルムスタディです、はい、ちょっとこう YouTube のオフィシャルの方のちょっと画面を見ながら、僕ここで画面をねこうそのまま書くと出すとあれなんで、ちょっとここでその画面を見ながらちょっと僕書いてみたいと思います。はい、はいはい、これあれですね、あの海外ドラマですね、いわゆる、うん、なんて言うんですか、背広、日本語で言うと背広、スーツ、はい、はい、タイトル大丈夫ですかね、はい、スーツですね、スーツっていうドラマの予告編ですかね、うん、はいのやつですね、はい、ちょっとやってみたいと思います。ここで合わせてますけど、はい、もうもろに主人公のもうパリッパリの弁護士がちょっと廊下でぶつかってもうなんだよみたいな感じでちょっと怒ってますね。うん、まあ、見せたいのは怒ってるこの人の顔っていう、そうですね、これでとかって、うん、まあ、スーツ着てますわな、タイトル通りで、ぶつかった人がこちらに、ぶつかった人もスーツですね、なんだよ、こっちもなんか多分不機嫌、これで後ろの今、うん、背景にちょっと注目しています。ここに廊下に向こうのオフィスが見える窓みたいなものがあります。これでその奥に壁があるんですよね、白い、ここが見事にここの向こうに壁があって、奥にオフィスのドアがあって、あ、ドアじゃねえ、窓があって、ちょっとこんな感じで、よいしょ、これでここ見事にここ囲まれてるんですよね。うん、大丈夫ですかね、分かります。でここにでここにまたラインがあって、ここにあんかこうあのこういうフィルムスタディってこうねしっかりとあの
映像の画面をこういうふうにスケッチしていく、そういうあれなんですけど、作業です。ここも怪しいですよね。あのもう本当に自分で発見したら、あのいい悪いは合ってるか合ってないかちょっと置いといて、これも矢印なんじゃねえのとか、ここのここにちょっとした椅子があるんですけど、ここの3つの辺がこう矢印を作ってて、やっぱ彼を指してるんじゃないかなとか、うん、はいですね。まあ、フィルムスタディは誰もほぼほぼ教えてくれないですからね。この絵はこういう意図を持ってこのテクニックを使って描きましたとか作りましたっていうのは教えてもらえないから、自分でいいなって思ったコマを発見して、その中からさらに、あ、これだからこの絵は機能してるんじゃないかっていうのを発見していく旅みたいなことですよね。スケッチしながらこう、うん、ここは本当に囲われてるよなとか、うんうんうん、あの本当に今この映像が、あの絵の中で何を一番見せたいのかっていうのをものすごくこう、いろんなね、こう背景にあるライン、うん、今日はその3つはライン線でこう発見する旅なんですけども、これは本当に機能してるな。囲うがすごく使われているな。刺すがある、刺すありますね。これ多分そうなんじゃない。あと目線もそうですよね。もう平たく言って目線も多分刺すっていうの、肩越しショットはもう基本そんな感じなのかもしれないですね。はい、どうだろうな、まあ、この一コマのところはね、うん、YouTube の概要欄にここ見てねっていうので URL 貼っておきましょう。わかりました、はい、きっと、はい、あのその公式さんが消さない限りは、あ、これかっていうのを見せていた、ね、見えるんじゃないかなって思います、はいはい、まだあるんですか。そうですね、もうあと2枚ぐらいはやったら多分感がつかめるのかなっていう気はするので、そのもうすぐ後のカットなんですけど、ショット、うん、カット、あ、同じ、そうですね、あの YouTube の、映像からの、そうですね、はい、はい、今度はそのぶつかった方の相手の方がまあまあ不機嫌そうに、リアクションショットとかっていうのかな、はい、そうですね、カメラが反対から撮ってる、ね、なんだよとか、なんか多分なんかライバルだとは思います。あの僕見た感じだとこういう長く続いているテレビドラマというか、うん、ドラマシリーズってありかしこういうなんかオーソドックスっつったらあれですけど、分かりやすい作り方をしてるのがすごく多いなってすごく勉強になります、うん、あのすごくストレートに、うん、あのアートフィルムみたいなのとは違って、そうですね、みんなで安心して見れてスッとストーリーが頭に入ってくるための、うん、定番の工夫が、はい、そうですね、それは本当に勉強になりますね。うん、バッとタンジェント出す、はいはい、でこう、まあ、いろいろこうここのライン線がすごいたくさんあるんですけど、うん、多分エレベーターのドアのへこみがこうあって、ここにもちょっと色のトーンの差がこうあって、でまあ手前から手前にさっきぶつけられてちょっとコーヒーかなんかこぼしてたかな、でやっぱここですよね、ここで多分囲ってる、うん、ここがしっかりとこう、そこだけ壁の色が薄いですね。そうですね、はい、うん、そうなんですよ、さっきの絵も空間抜けてる後ろの壁白かったので、はい、ここだけなんだか絵の中でも特別な色になってて、うん、ちょうどそこに合わせて撮ってるって、ね、そうですね、これも本当にクリア、うん、クリアですよね、うん、本当に、はい、では続いて、はい、ちょっともう一枚、もう一枚ぐらいいきたいと思います。次も加工ですか。刺すとか乗せるもちょっと、うん、探したいと思います。あ、今立中先生は
動画を送りながらいいとこないかなって探してる感じですね、はいはい、あとは、うん、あれです、連続して連続してこうショットが、うん、連続してこうスケッチしていくのも面白いと思います、うん、とりあえずちょっと載せるが載せるはあったと思うんだけどな、目線にあったあったあった、はい、ありました。事務所なんか、自分のオフィスに入ってその秘書かなんかの、はい、あんま見えてないし、あの女性とまたこれが口論してんですけど、口論してんですけど、これ後ろに本棚がありますね。これ来ましたね。知ら、あ、やっぱり本棚はあれですね。フォーカスをこう、ここフォーカスしてますね。本があんまりうるさくならない。そうですね。社会振動っていう手があったか。あ、それももちろん。はあ？って感じです。ごいなんかね不機嫌そうな、うん、でさっき、まあ、主人公ですね。これのこれを描いたのかって皆さんが YouTube の、あ、はい、あの絵を見た時の驚きの表情が、驚き、そうですね、楽しみですね。あいつめちゃめちゃ雑じゃねえかよみたいな。でここで後ろに本棚があります、はい、本棚のこの、板ですよね、横板なんていうんだ、棚板、棚板、はい、が、あ、見事にここ目のラインに乗せてきてます。はい、いや、あのいろんな映画でこういうあのやらしいね、楽しみ方をしていただきたいんですけど、あのびっくりするほどやってます、はい、めちゃくちゃやってます。でこうさっき言ったように、あ、わあ、後ろの本の傾き方が多分これ矢印になってる気がする。こうですね、こんな感じで、ここ見てくださいって言ってるような気がする。気がするでいいんです、うん、もうこっちの問題なんで、これはで、こっちもこんな感じで、こっちはそうでもねえな、やりすぎちゃったのかなとか、いろいろなんかそんなことを考えながら、あ、意外とここジグザグなんだ、こっちは倒れてます、こっち倒れてますね、完全にこっちの左端の本棚はもう完全にこっちに、うん、やってますね、はい、そうですね、うん、これは載せるであり、多分この本あのわざとやってんじゃないかなと思ったら、こっちが楽しい僕が楽しいっていう、うん、こういうことをね、こうネチ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 とこう推理しながらこう映像なんかを見ると、また別の面白さがこう見つけられるんじゃないかなと思います、はい、はい、ありがとうございました、はい、今日のまとめ、はい、乗せる囲う、で刺すですね、はい、です、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、また来週、中流落書き部でお会いしましょう、ありがとうございました。